バイエルンミュンヘン広告は、1392年から1505年まで、新生ローマ帝国内に存在した広告の一つで、ある。バイエルン広告が1375年のステファン2世の死後、シュテファン3世、フリードリヒ、ヨハン2世の3兄弟に、系統分裂を起こし、バイエルン公領もそれぞれに分割された状態が100年以上続いた。 1375年に、ステファン2世が没すると、息子のステファン3世、フリードリヒとヨハン2世が共同して、首都ランツフーと含むバイエルン・ランツフーと公国を統治することになった。17年後、3兄弟は遺産を分割した。ヨハンはバイエルン・ミュンヘン公領を、ステファンはバイエルン・インゴル・シタット公領を受け取り、その間フリードリヒが、 バイエルン・ランツフート公領を統治していた。1429年に、シュトラウビングを含むバイエルン・シュラウビングの一部が、バイエルン・ミュンヘン公国に併合された。バイエルン・ミュンヘン公国出身のアルブレヒト4世の、元バイエルンが統一され、ミュンヘンを首都とするバイエルンという構図が確立される。バイエルン・ミュンヘン、バイエルン・ランツフート、バイエルン・インゴル・シュタット・バイエルン・シュトラウビング、 ありがとうございます。